さっき買ったコピー用紙とかここある。小倉さん。はい、どうも。どうも。おまけの夜です。おまけの夜なんですか、これ。はい、そうです。動画付きラジオみたいなこと。そうだね。まあ、完璧僕がもう趣味でこう始めようと思って。まあ別に誰も見てなくてもいいんですけど、いろんなこと喋りたいなって、いろんな人といろんな話がしたいなと。まあね、うん、だからそういう制作の仕事もしてるし、そうするとこういろんな人話聞きたいんですけども場もないし、だからただそれを話したい。はい、なるほど。そういうテーマです。それでじゃあそもそもそうです。なるほどね。はい、わかりました。じゃあ登場会。映像制作をしてまして、普段は裏方で、まあ、編集とかグラフィックデザインをやっている柿沼です。柿沼で行こう。名前はもう柿沼です。犬間以外に行く可能性はわかんないけど、なんか MC ネームみたいなさ、いらないな。MC キングみたいなのもね、あってもいいのかなと思って。あ、で、僕が、ちょっと前まで芸人やってて、うん、今は自分でもよく分かってないんですけど、作家なのとか、まあ作曲とか、なんかネタ作りのお手伝いとかしたりとか、あとまあ出版社で働いたりとか。じゃあそれじゃん。それでしょ。それでもなんか危ういところで、まあいろいろやってる、うん、南部です。あれは水野清さんとはまだやってるんですか。やってる。お手伝いっていうかね。あ、そうそうそう、ね、師匠みたいなもんでしょ、うん、水野清さん。師匠これでも急に「わ、うん、ちょ南部うち来て」つって呼び出されて、うん、「どうしたんすか?」っつったら、ちょっと iPhone の調子悪いって言われて、うん、もう全部バーって直して「あざーす!」っつって15分ぐらいで2000も。弟子だ。弟子、古いタイプの弟子だ。徒弟制度の。これでも本当誰が見てるかマジで分かんないんで、本当に一人とかしか見てる人いないかもしれないんで、うん、まあね、うん、その人が水野清さん知ってたらもうピンポイントですよ。水野清さんね、夢を叶える像とか、まあいろいろ書いてる人で、うん、最近だとじゃ水野さんが作った文教社って会社だと、うんこ感知ドリブル。あ、そう、 あれすごいよね。そうそうそう。マジでこれだけで1本喋れるぐらいいける。もしや先にじゃあもぐらさんの紹介する。そうだね、うんこドリル違う回でやろう。またあった、うん、もう裏側ってさ、 ね、 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 俺めちゃくちゃ知りたいよ、はい、それだけで今度1本いこう、はいはい、でそして、私がね、はい、ゲストで、ゲストなのか、ゲストなんですよね、これ。もうね、から誰がメインかもよくわかんない。僕はね、空気階段というコンビでね、芸人にやらせてもらってますね、鈴木もぐらと申します。よろしくお願いします。この大御所感ね。いやいや、30歳です。30歳。あ、30? 同い年。あ、で、俺の1個下だ。そう。柿沼さんと、あと、石原さとみの1個下ね。そう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 。石原さとみためだ。あ、じゃあ、上田彩の1個下だ。あ、そうです。だから、渡辺直美さんと同い年。あ、なるほど。じゃあ、ボアの下だ。1個下。もういいよ。もういいよ、その。ボアとためなんだ。ボアとためなんだ、俺。若かったんですね、じゃあ。そうです。僕が歌ってジーンズに履いてる歌歌ってるね。すごい若い。ジーンズ履いてる歌。あの時15歳ぐらいだったってことですか、じゃあ。そうそうそう、16とかで、だからバイリンガルで、でジーンズ履いてる歌って大ヒット。才能だね、才能だよ。ボアって今何やってる。ボアの話よくない。まあ僕はちょっともぐらさんちょっと話したいなと思ってまして、はい、それで今日早速。そうね、柿沼がもぐらさんとちょっと会いたい、話したいっていうからセッティングしたら、二人ともすげえ遅刻してきたね。朝がね、まあ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 、まあ、早いのよ朝。まず昼の0時、昼の12時を朝って言うな。働いてる人たちいるんだから謝れ。朝早かったっすよね。今日、今日日曜だからね。ざけんな。もともとね、パンピーのアルバムやべえっつって、で南部と話がしたいと、うん、でそしたら高円寺ウォーカーってさ、うん、やってるじゃない。あ、ヒップホップグループやった。ザップね、芸人で。芸人で。やってるから、あ、でももぐらさんと喋りたかったし。いや、これについて語り合おうと思ったら、聞いてないんですね、もぐらさん。そうなんですよ。まずね、もぐらさんはね、CD 聞くとか、そういう環境がない。そう。携帯持ってないの。え、携帯持ってない。携帯持ってないの。携帯持ってない。人からもらったタブレットを使って、Wi-Fi のあるところでしか通信とかできない。そうそう。え、そのタブレットもらう前まではずっと公衆電話で生きてきてた。え、公衆電話、あ、じゃあもう公衆電話のある場所も覚えてるんですか。そう、渋谷、新宿、高円寺はもう大体覚えてる。マジですか。うん、俺、公衆電話1個も目に入ったことないです、公衆電話。意外とあるんですよね、まだ。
使わないと、そういうアンテナが立ってると見えてくる。見えてくる。なるほど。そう、あ、なくなったなってことになったし。あ、ついに。やばいですね。なくなるのかーっていうね。そうそう。あ、でも最近ポケット Wi-Fi 買って、これ月額4000円で、ポケット Wi-Fi 買って、基本 Wi-Fi 繋ぎっぱなしにしてから、めっちゃ安くなる。なるほど。なんかこれ追い込まれてますね。絶対持たない方がいいですよ。いや、持てない。契約ができないですもんね。あ、そうだ。持てないんですよ。いろいろ借りすぎちゃってて、はい、もう借りれないんですよ。ね、まあ、借金いくらでしたっけ？今ね、550万。増えてない？増えてる。400から。小林ウォーカーの歌じゃ、借金400踏み倒してましたよね。完全にこげつ。いや、踏み倒してはないんですよ。こげついただけ。踏み倒す。あ、そうそうそう。そうか、そうか、そうか。あ、URL 貼っとこ。うん、この小林ウォーカーの曲の URL 貼っときます。ああ、ありがとうございます。うん、あれはもう2年前ぐらいでしょ？ 2 年前ぐらいか。結構前だよ、ね、やっぱ2年あったら増えますよ。減らせ。2年あったら減らせ。しかもそのだから会社とかそういうローン会社とか借りれないから、その150万全部人からの。あー、じゃあ一番返さなくていいやつだ。返せ。一番返せ。心配だぞ。そうそう、一番返さないといけないやつなんですよ。でまあそれで、うん、まあピーちゃんの話したかったんですけど、まあ、聞いてなかったんで、 その前に、うん、せっかく2人いるんで、はい、わら削りっていう番組あったじゃないですか、 NHK。 ありましたね、 NHKBS、うん、ちょっとそこら辺の話を聞いてみたいな。わら削りのね、うん、まず僕が、うん、その当時大切りってコンビで、大切りね、うん、わら削りファーストシーズンを出て、うん、もぐらさんが空気階なんでセカンドシーズン。そう、うん、で俺結構今 A マスとかと一緒にいるから、うん、その言ったらあれわら削り、まあ、まあまあまあ縁深いからね。まだあれで A マッソっぽいっていう関係性になったし、あ、ほんと、うん、そんな仲良くないでしょ。もともとちょっと苦手だったのかなって。どっちが？多分お互い。もともと、もともと南部のこと得意な人っていないんですよ。いないよね。南部得意な人いないよね。いや、いないね、俺と A マッソさんの初めての出会いみたいなのがあって、それ当時同期で日の出ってコンビがいて、うん、その日の出ってコンビがなんかそのニコニコ仲良しライブみたいな、なんか、うん、で僕当時日の出と結構バチバチだったんで、うん、何が仲良しライブだよみたいな、うん、って思ってて、うん、でもまあネタはネタでちゃんとやって、うん、でトークですってなった時に椅子がバーッと並んでて、うん、でもう言ったらその俺と日の出がバチバチみたいなのも、まあ、バチバチっつうか、まあそれ別に何かあったとかそういうことじゃないんでしょ。何かあったとかじゃなくて、まあその日の出がスターで俺が悲願出るみたいな、うん、そういう図が結構お客さんも多分分かってるっぽかったから、うん、南部が勝手にも勝手にでしょ、勝手にバチバチになってたってこと。今なんかそのお笑い的な構図みたいな、勝手に、ね、なんか向こうで相手にしてたみたいになるっていう。だからその勝手に、ね、日の出のお客さんとかは俺がかわいそうになったりとかしたら笑うんだろうなとか思って、うん、で最初にちょっと仕掛けてやろうと思って、うん、椅子がバーッと並んでたからもうそれを椅子蹴りながら登場したりとかして、うん、で同じコーナーでその A マッソさんがいて、うん、A マッソさんも何かしようと思ったのか分かんないけど、うん、椅子を持って客席投げた。昔のパンクバンドじゃん。スターリンみたいな。ダメダメダメってなって、でもとりあえずもう止めなきゃと思って、うん、お笑い界のスターリン。でもうとりあえずどうしようと思って、うん、A マッソの村上さんのね、うん、首を絞めた。誰が首を絞める？俺が。やめろお前。何その現場すごっ。で日の出がってなってて、黙れお前はみたいな、うん、やめろみたいなやって、 でその後お疲れさんしたーっつって別れて、うん、ライブ終わってみたいなからの A、そのわら削りだったから、あいついると思ってやっぱ。そっか、しかもその時 A マソって今みたいに注目されてたわけじゃないから、もう本当にその時だけ出会った芸人がもう破天荒なことしてて、そうそうそう、で初対面なのに首絞めて、そうそうそう、それ気になったやつがいたんだ、うん、向こうも思っただろうね。じゃあわしゃらあいつに首絞められたんやつって、うん、もうわら削りとかも言ってたし。今誰、今の村上さん似てな。こういうイントネーションだよ。だし、あとまあ当時、まあ、もう解散しちゃったけどオレンジサンセットとかも、うん、まあ一応知ってはいて、うん、で、あ、いる、うん、俺さんね、そうそう、だ俺も俺さん知ってたし、で、マッソもあの M1 の予選とかで見てて、うん、そこにもう昔から知ってる南部がいたから、うん、めちゃくちゃその初回はなんか知り合いじゃ、まあ、Mマッソは全然その時知り合いじゃないけど、なんか
初めてなんか自分の周りの人たちが集まってテレビ出てるみたいな、あーね、うん、なんかそんな感じあったけどね。何回分放送はいたの？半分ぐらいか。半分ぐらいいた。なんか序盤はな結構南部注目されてたよね、あのね、キャラで。キャラでっつうかプロレスなんだけど、当時あのワンも解散しちゃったけど、アルドルフ、うんうん、それがまあ無限大でまあすごい人気者で、うん、先輩だよね、うんうん、オーディションでなんかまあそういう本当なんか別に実力が以上の評価をビジュアルとかで受けてるような人たちを見るとすごいなんかクソって思いますねみたいな話をして、うん、そのオーディション会場では本当に中川家さん、笑い飯さん、千鳥さん、うん、6人バン並んでて、で周りもわーっとスタッフいて、でもこう絶対お前のネタで笑わないからな空気、あそんな感じの中でネタやる、多分みんなそうだったんだけど、うんうん、あってネタやって、でそういう話して、うん、ちょっとまあ実力以上の評価を受けてる人がいると思うんですけど、うんうん、そういう人がまあちょっとムカつきますねみたいな、うんうん、話して、例えば誰やねんって言われた時に、例えばってなって、うん、ふとはアルドルフって言ったんです。あ、そんなに根に持ってたわけじゃなくて、パッて出ちゃった、出ちゃったパッと出て、うんうん、そこでね、これもガチのこと言うと、うん、本当に嫌いな人の名前を出したら、うん、その人の名前を覚えさせてしまうから、本当に嫌いな人の本当に嫌いな人がプチ得しちゃうから、うんうん、それも嫌だって思っちゃってどうすかこういうやつ、それで瞬時に出すんだよで、うん、アルドルフです、悪の計算高いですね、そうだよ、アルドルフですって言って、ね、悪の筋肉がつきまくってる、たまたま、うん、俺の2個前がアルドルフだった、うん、あいつらかいたって、ね、あいつらかいってなって、うん、でまあ言っちゃいましたすいませんみたいな、うん、謝れるし、うん、で大喜利でアルドルフニコイチで上がったオーディション受かったみたいな感じ、 あれ何その今の言い方だとまるでアルドルフもね、ま、南部のおかげで上がったみたいな感じ、マジでそうよ、違うよ本当かよ、それは違うよ、いや分かんないけど、うん、でもなんか本当にちょっとで序盤そういう風になんか注目していただいたのも多分、うん、そこのまあでもそうだよね、そのキャラで注目されてるのは本当だよね、うん、で実はなんかそういうあお前ら顔だけだろみたいに言うけど、うん、別に楽屋ではあ、すいませんでしたさっきみたいな、うん、ええー、で俺も得できたしみたいな、うん、言ってくれてありがとうなぐらいの感じだったんですけど、うん、やっぱ24時間いるじゃない、うん、それこそ、うん、合宿所にね、そう、うん、でもずっとそれやるからマジで仲悪くなっちゃって、でわら削り終わってから、うん、それこそアルドルフの小野さんとかと関係修復するまでに4、5ヶ月かかった、だって知ってるんでしょお互い、それがプロレスだってことけど、うん、本当に、うん、寝る時もカメラ回りっぱなしだし、あここの角曲がったらカメラいたとかあるから、ひそひそ話もできない、あじゃあもう普段から嫌いキャラ作り込まなきゃいけなかったんだし、カメラいないけど、うん、みたいな、うん、おい南部おはよう、うん、みたいな、うん、やっとかないとどこで見られてるかわからんっていうのがあって、うん、だからじゃあ本当にやってるうちにじゃあ南部ちょっと本当に俺嫌い本当に嫌いなんじゃないかなみたいになってきちゃうの、うん、だし、うん、小野さんもいや分かるけど見しても失礼ちゃうかみたいな、まあそうだよね面白いね、うん、あなるほどね、なるほど、はい、ちゃってじゃ、まあ、あれさ撮ってる側からしたらマジでドキュメントになってくるから、うん、まあ撮ってる方からしたら面白いね、うん、でアルドルフが削られた時になんかいろいろガーってなって、うん、ここで小野さんとかそのアルドルフに喧嘩打ったら面白いのかもなとかなんかいろいろバーってなって削られてった時に気づいたら追っかけてたんですよアルドルフ、うん、それはもう本当に計算とかじゃなくて、うん、追っかけてわーっつって振り返るじゃないですか、うん、何言おうってなって、うん、何も言えなくてなんかブワーって涙出てきてえマジなのそれ、これはね、うん、これはマジなの、おいって言って、ええ、無言で、うん、もう役者じゃん、そうなんかバーって泣いちゃって、うん、小野さんのこう泣いてる俺の頭こうやって頑張れよっつってで何か言わなきゃのって、うん、劇場で会いましょうっつって、うん、別れて今それ逃げ恥みたいなこれはほんとマジすげえ本当に恋が始まっちゃったみたいな感じだ